ありがとうございます。今日は月始めなので七並べのお礼をしてもいいですかね。いけるかな。明日行きます。ハンカチ持って。ありがとう。こんばんは。にゃん、おひなさま。踏み出した一歩は勇気に変われ。ありがとう。ファンクラブイベント、おお、ありがとう。来てくれようとしてくれて。昔からおじいさん、写真集ゲットありがとうございます。前髪切ってないんよ。今月の ポストカードこちらでございます。いえ、光ってるね。こちらでございます。今月のポストカードですよ。3月31まであるので。こんばんは。ありがとう。本庄さん、写真集ゲットありがとうございます。写真集もあと3日ですよ。七並べも最後の月。そう、前ハッチがさ、お誕生日にくれたヘアミストがいい匂いすぎてつけてきた。まあ、めっちゃいい香り。どんな香り？八重桜なんですけど、なんかね、昔を思い出す香りって感じ。ツツジみたいな香りがする気がするんですけど。ビューティーグラフも届いてまいりました。ありがとうございますね。まあ、そうなん、今日はポストカードと明日の話と七並べのお礼をしたいんだが、30分からしよう。こんばんは。ね、今月七並べやらなきゃね。私も最後だから、称号をね、皆さんの。称号をゲットしてもらわなきゃね。お礼もラストですね、今日が。メモツンさんはいっぱい。ホジェさん言った。のびさん、ジャストミトさん、うまちゃんさん、翔太さん、まーくんさん、友達やんさん、メモツンさん、ゆうさん、写真しげたありがとう。そして写真集、なんつったらいいんだ、名前が。写真集、皆さんが写真集ゲットしてくださってるものをお伝えしてくださってる方、写真集ゲットありがとうございます。おじさんの髪と思い出しました。セブンにビューティーを受け取りに行かなきゃ。セブン
から限定のやつだから、ポストカードどんなのだろう、え今来たさっきほんとさっき見せて、こちらでございます。なんか一番人気だったあのオフショットの近寄りバージョンみたいな、いや今日が最後だと思う。ありがとう、ゲット、これで全種類ゲット、わー、ありがとう。ポスターが非常に大きくて戸惑ってます。そんなに、私まだ開いてないや、そんなに大きいんですか。こんばんは。3月31はバタバタしてると思うから、新州じゃないや、あの地並べのお礼は今日がラストだと思います。いい香りがする。ダダダダムダさん、藤本いつきさん、中間大福さん、新種ゲットありがとう。マハチがくれたヘアミストがめっちゃいい香りだから、その調べたらその香水もあったから欲しくなっちゃった、買っちゃいそう、めっちゃ持ってんのに香水。ゆきさん、写真集ゲットありがとう。アキマンさん、写真集ゲットありがとう。みんな読めてるかな。なんでログが中に出てくるの。みんな読めてる。翔太さん、写真集ゲットありがとう。ありがとう、卒業だった。今でも香りフェチなの。そうですね、好きですね香水が。こんばんは、容器がピンク色なんだ。そう、しょうちゃんさん、写真集ゲットありがとう。あ、オーダーイーティーさん、おっと、特定しました。だってヒント出しすぎやん。ジルで八重桜って言ったよね。ね、小田里奈さんも写真集出すんだって、一人50冊って言ってたって。こんばんは。ソロツアーのツーショットでうちの香水の何が分かった。ソロツアーの時何つけてたっけな。ソロツアーの時大人っぽい香りつけてた。やっほー、いよいよ明日が卒業公演なんだよ。2月のお電話まで言ってもらってない。2月の写真集ゲットしてくださったゆきさん、ありがとうございます。写真集、みちさんの写真集は1人22冊かな。にゃほん、 DMM のリバイバル配信どれも神選択で泣ける。本当？嬉しい、よかった。セルアミなんか特にですよね。なんか特にっていうか、もう船はなくなっちゃってるけど、私が卒業するからさ、
なんかでセラミでは私卒業発表してるから特に響くかなって思って選びましたね。セラミ大好きだから嬉しい。やりたかったんですよ本当は、リバイバル。大崎亀島のカズさん、写真集ゲットありがとう。ゴゴリバ選手録は未知センター曲。そうゴゴリバもさ、セラミもやっぱ千秋楽が一番仕上がってたり、なんか感情が爆発してるかなと思って千秋楽にしたんですけど、僕恋はその選んでもらったメンバーで届けたかったので僕恋だけ初日にしました。初日は初日でね、多分すっごいもう違う緊張感っていうかがあるので、そうそうそう、こんばんは。一番現地で見たかったって後悔してるのがセラミ。うん、セラミも僕恋もゴゴリバもまた見たかった。よかった、見てくださいぜひ。キャプテンのこと伝えられたのって初日の後だっけ。初日の後じゃない、んゲネの後ですね。なんか伝えられてすぐの公演かもしんない。え、ゲネだった気がする。うん、ゲネの後だった。だから僕恋の初日の数時間前には、にの やってくれないって言われてて出た時だから、すごい。そうだ、そんな風に見てください。ということでちょっと過ぎちゃったんですけど、七並べのお礼をしていきたいと思います。でもね、生誕とかも選びたかったし、昔のスタジオとかも選びたかったし、難しかったんだよね。うん、それでは壇上を見ます。壇上じゃない七並べの100位以上の方をお呼びさせていただきます。100位、クマーヤンシカカタンさん。99位高山病さん。98位マチュルさん。97位ミナミさん。96位ユミチュさん。95位メモツンさん。94位ユウキさん。93位テツクジラさん。92位ポヨさん。91位ヨシマツさん。90位オジーンさん。89位マサトラさん。88位シュンさん。87位アンバさん。86位ミッチェルさん。85位ジャストミトさん。84位トントン21さん。83位ブルータヤワンさん。82位つむぎさん。81位京平さん。80位ユミチュさん。79位ミーブン八王子さん。78位ミーチューさん。77位浜野マー君さん。76位大村理恵さん。75位カツオ48号さん。74位タケさん。73位長昇金さん。72位なっちゃんさん。71位ゆうたくん。70位モンタさん。69位ミシュランさん。68位プリッツさん。67位リョウさん。66位パープルマスクさん。65位ダダダダムドさん。64位ドンナちゃんさん。63位バフィンさん。62位ユウスケさん。61位マタンゴさん。60位ベーコンめっちゃ好きさん。59位ガジガジガッチャンさん。58位ゴンジーちゃもしさん。57位アグネスさん。56位カズヤさん。55位トミコさん。54位ズーチャーさん。53位ユキさん。52位チェスマンさん。51位キヨさん。50位水木風子さん。
49位タカさん、48位世界ひろしさん、47位深夜さん、46位秋竹城さん、45位ベットンさん、44位深夜健さん、43位高葉さん、42位モンブランさん、41位プレイヤーさん、40位晴れの国のしんちゃんさん、39位今ちゃん卒業ってまさん、38位西平さん、37位しゅうちゃんさん、36位ムッシーさん、35位ジャービスさん、34位バツマルさん、33位ニューヨーク嶋佐和也さん、32位エマアカさん、31位カズ66さん、30位米印さん、29位ゴレヒロさん、28位トゥーさん、27位つぶつぶゴリラさん、26位のびさん、25位名前カエルさん、24位ヤスモさん、23位オフさん、22位運気水鏡さん、21位セリアさん、20位モッチョさん、19位モカチンさん、18位クボチさん、17位ヒョウミチアカさん、15位トモマーチさん、14位ミニマロンさん、13位カープさん、12位ウィービッシュさん、11位冬風さん、10位キュート6さん、9位リョココさん、8位ホジェさん、7位ズッキーさん、6位エムケンさん、5位セキさん、4位パオシさん、3位長谷川さん、2位ナベさん、そして1位はドゥルルンジャジャン、しげのりししさんでした。ありがとう。パチ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 、ありがとうございます。ということで、じゃん、上位5名の方々でした。ありがとう。ありがとうございます。ということで、1位のしげのりししさん、リクエストソングはありますでしょうか。29ヶ月連続5位なゲームでした。すごい、ありがとうございます。すごい、しげのりししさんありますでしょうかね。こんばんは。3月はラストだから、あの私のカードが出てくるのも、なんかさ、今月の生写真とかすごくさ可愛く撮れたのにさ、それがカードになってほしかったな。ありがとうね。セリアさん写真集ゲットありがとう。しげのりししさん、どうですか。ゴードライブのカードもらえるのに使い終わるの悲しい。いつもらえるんですっけ。でもみなみも、ひなちゃんも、でもあれか、私は3月末だから買えないのか。さよならの意味。う、入ってないかも。入ってるか。ありましたね。ちょっと待って。どんな歌だっけ。ちょっとミュートにしてみます。
とちゃんと歌いたいので、いつかでもいいですか。こんばんは、シシさん。いつかか6日か4日。どうですか。いつかで大丈夫です。ありがとうございます。いつかに歌わせていただきます。乃木坂46さんのさよならの意味、待っててください。さよならに強くなれ。ゆうせいさん、写真集ゲットありがとうございます。ねえ、ちょっと自分からいい香りがして困っちゃう。さよならに強くなれ。香水欲しいな。深夜さん、写真集ゲットありがとうございます。ひめたんさんね、ご結婚おめでとうございます。そう、明日は生誕祭と卒業公演でございまして、でもね、全然3月31日にコンサートがあるので、でもやっぱりコンサートがあってよかったなっていうか、コンサートが最後でよかったなって思いました。48では珍しいけど、私たちは劇場、決まった劇場がないというか、劇場がないので、このメンバーみんなと最後一緒に出られる場があってよかったっていうか、そんな気持ちになりました。公演は16人だから、みんなで、ああこの子とも最後一緒に歌いたかったなとかいう思いをしたくなかったからよかったなって。最近増えてるといえば増えてる。そうなの？よかった。そう、いやー、公演なんか出てない気もしないし、まあでも出てる気もしないけどでもなんかいつもと違う感覚やっぱり今。クロスケさん、ありがとうございます。写真集ゲット。ん？何？んってなんだ。スタジオのアオラ、クリスマスしかやってない。あ、そうそうそう、そうですよ。してのメンバーってごめん。あ、確かにね。花だる公演いつぶり？え、でも1月ぶり2月ぶりそれう
明日の淡路島でもここにいる高友よ。言ってくれてる？なんか緊張してる？そうですね。今日お誕生日です。お、龍角さんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。ハッピー。たけしさん写真集ゲットありがとうございます。ハッピーハッピーバースデー。ハッピーハッピーバースデー。ティ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 。ハッピーハッピーハッピーバースデー、おめでとう。トントン21さん写真集ゲットありがとうございます。そう、買っちゃった、ありがとう。みんなゲットして、みんなゲットした写真集。あと3日だよ、絶対いるでしょ見てる中に、まだゲットしてないよって言う人。まあその歌聞くとリネタン思い出すね。えリネタンって天才、すごかった。そう、こんばんは。ちゃまちゃこで犬ミーム、犬ミームもあるの？ありがとう。ああ、BLT と BLT グラフもありがとうございます。私もまだちょっとグラフの方しか見てないんですけど、明日はね、アリくんさん写真集ゲットありがとうございます。明日は本当になんか緊張してます。感じたことのない時々とか、感じたことあるんやけど、なんでかっていうと、なんかあのスクール生時代の発表会の前日みたいなドキドキがある。スクール時代は瀬戸内に住みたい勝さん写真集ゲットありがとうございます。スクール時代は発表会で1回披露したら終わりみたいな楽曲が多かったから、もう今までやってきたやつも明日全て出し切って終わるんやなみたいな寂しさとドキドキとみたいな、毎回の発表会がそんなんだったんですけど、今そんな気持ち、明日で終わるから、いろんな曲が私の中で終わるっていうか最後だから、これからも歌えるけど、そのグループのなんて言ったの、現役の中で歌うのは最後だからなって思いながら、本当になんか卒業公演とコンサート両方させていただくので、あの二部制みたいな感じで考えたから、セットリストコンサートの方もだから卒業公演が最後になる曲ばっかりなんですよ。え、これも最後なのって思うかもしれん曲も最後だから、なんか私もね
ちゃんと考えると、こんなに日が空いとるって考えると、え、これも最後なんかって今思ってるんですけど、あの入れとけばよかったかもって思うぐらい大事な曲も最後まあ全部大事ないけどね。だからどっちもやる曲もあるじゃあるけど、ポジションが違うかな、そういう曲は。だからそう本当に全部明日で最後って感じがある。ズーさん、長谷川さん、写真集ゲットありがとう。そう、まあ、スタジオもそうだし、そうなので配信とかでもね見ていただきたいし、たくさん楽しんで、目に焼き付けていただけたらいいなっていう思いがあります。スタジオ公演全員なのるし、そうなの、なんかそれ卒業公演も、スタジオ公演もちょっとスペシャルバージョンっていうか、最近やってた公演とはちょっと違うバージョンなので全員っていうのもあるけど、でもなんかちょっとね、そのスペシャルバージョンに変えたがゆえのその出演回数の偏りとかがちょっと出てきちゃったりもあるんですけど、でも全員でやる楽曲とかもあるので、9人でね、見てください。最近私は「ピノキオ」のモノマネができるようになったんですよ。ピノキオですよね。キノピオ？ピノキオ？ん？キノ？ん？キノピオ！あのキノコの方。キノコの方、キノピオか。そう、明日は泣かない。でも調子がいい時しかできん。今日調子悪いかもしれない。 OK！ できんの？ダメだ今日は無理でした。やめてきます。もうちょっとあと5分で到達できない気がする。あのキノピオに、うん、キノピオに、あー、キノピオのモノマネが好きでさ、なんかあのキノピオがあの歌ってる、キノピオが歌う〇〇みたいなねのを、そのキノピオの真似してその流行りの楽曲を歌ってる方とかがいらっしゃったりして、 YouTube で結構見るんですよ私は。うわ、キノピオが歌ってるって思いながら好きなんです、それが。うん、私もやりたい。おじゃる丸ではできるんだけどさ、全然明日関係ないてか明日何にしよう、髪型
しい。オーケー、レッツゴー。全然できん。でできんな。2公演あるからね明日。どうしよう髪型変えたいけど何にするか迷い中です。待ってるな、やるか、ひょいっか。できなかった。ということで男女を読んでいきたいと思います。13位透き通る気持ちさん、12位エンパワーメントさん、11位ティーンネイジャーさん、10位ブルーさん、9位ヨシヒコさん、8位ジャストミトさん、7位ユウさん、6位ウマちゃんさん、5位ケンケンさん、4位セリアさん、3位昔からおじんさん、2位タカケイさん、そして1位はドゥルルルンジャジャン、なっかん大福さんでした。ありがとう。ラキナンバー22はドゥルルンジャジャン、キヨさんでした。ありがとう。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。